はようございます。おはようございます。本日はですね、人気雑誌フライデーの取材で、くるみちゃんがグラビア撮影ということで、やってきました。はい、近すぎて出なくて、出なくて、任務は、はい、そのくるみちゃんが今グラビア撮影中なんですけど、はい、バレないように、はい、メイクさんに扮しまして、はい、潜入しようと思うんですけど、バレないですかね。あ、バレますバレるか、はい、メガネと、はい、あと帽子、はい、な感じで、はい、どう、あで、あと、はい、お先、はい、あ、これならなんとかいけます？いけそうな気がしますね。女子っぽいで、はい、こういうウエストポーチもなんかぽい感じで、はい、ちょっと家から持ってきたんですけど、はいはい、もちろんこの中には、はいはい、ライジングローブいつでも戦えるように、はいはいはい、で、本当のメイクさんは、はい、いらっしゃるんで、ちょっと中入りましょうか、はい。本当のメイクさんは、はい、上でくるみちゃんのメイクをしているんですけど、はい、途中で入れ替わらせてもらって、はい、ちょっとバレないように、まあ、バレた時はどうしようか。そうですね、ということで、くるみちゃんは杉山静香に気づくのかという検証、はい、行ってみたいと思います、はい。頑張りましょう。頑張りましょう。
バレてないです。全然、全然バレてない。本当に直したい時あります。大丈夫。バレましたよ。秒で気づきました。本当すぐ入ってきた瞬間に目があって、はい、取れたか時間もう一発目でバレたから取れなかっていうかさ、こんなになんかもう入った瞬間に笑われてた、ダイエットな感じになってて、はい、あ、じゃあどこにいるんだ。あ、誰だろうと思って、その杉山選手のメイクさんかなと思ってたんですよ。あ、本人ではないと。そう、でもメイクさんっぽくあったんで、ね、そう、でもだから杉山選手のメイクさんかなと思って、もう来るのかなと思ったら杉山選手のメイクさん全然隠れてないです、顔がバレバレじゃん。全然大きかったのかなって、はい、すぐ分かった。隠しきれなかったですね。今日はあの、はい、フライデーのグラビア撮影ということで、ちょっと潜入させてもらって、はい、まあ、ゆるみちゃんはシーアンがどんなに変装しても、はい、すぐバレ、すぐ分かったという研究結果で、はい、本当に秒で目が合う。どっちにすればいいんだろう、分かんないふりするべきか、その分かってもいいのかなって思ったけど、もう全然分かりすぎて、なんか難しかった。すごい。最後私コメント撮ってる時に後ろでやったじゃないですか、うん、ここで、うん、全部鏡に映ってる。あ、そうか。本当ごめんなさい、お仕事の邪魔です。この後ですね、ライジングチャンネルの方で、はい、何をするんだっけ、何をするんだっけ、何をするみたいです。何かをします、はい、こちらも見てください、はい、お願いします。すいません、ありがとうございました。いい検証でした。はい、ありがとうございます。すごい。こんなに滑らないので骨折しそう。クリさん出ます。はい。長い。入った入った入った。
ありがとうございます。今日はですね、すごいゲストをお二人もお呼びしています。南川さん の、 あの耐えるという、はい、ことについてちょっといろいろ教えてほしいなと思って。あ、なるほど、はい、パルシアの、まあ、格闘技ですからね、武術ですからね。アドレナリン出てますか？